スケルツは2番の、2ページ目、58、59、60小節目からかな、楽譜の指示ではそこから、ピエニッシモでペダルの指示がないのね。だからペダルを入れてないと思うんだけど、そうするとちょっとね、8分音符で動いてた最後の音がちょっとだけぶっきらぼうになっちゃうので、今入れちゃったんだけど、こんな感じになっちゃうんだけど、少し残してあげるといいんじゃないかな。今はペダルを入れてるんだけど、もしも入れなかったらちょっと置いてからあげるような感じ。それからそれが終わった後に、ここに入るよね。これがちょっと遅いんだよね。それで出だし遅くてもいいんだけど、最初遅かったらそれを少しテンポ上げてテンポ戻してってあげる。動かしてっていいので、動いていくね。すごく自由だと思っていいから。それで、どっか例えば溜めるところをいろんなフレーズ取ってあげるといいんだけど、これは割と分かりやすくって、やっぱりその一つのフレーズの中で音が上がるところ、最初だったら、ここから始まっての後にこれだよね。みんなそのパターンだと思うんだけど、そういうところを、音の長さの通りに弾かない、例えば最初だったら 1,2,3,1,2,3,1,2,3 ってなると思うんだけど、そうじゃなくて 1,2,3,1,2,3,1,2 みたいな感じで、ちょっとタイミングを取ってあげるといいと思います。それからね、ここのフレーズ、このセクションを左手がとっても弾きにくいんじゃないかと思うんだけど、これを、全部の音はちゃんと弾こうと思わなくてもいいから、ベースの音だけをなるべく自分の中でちゃんと取ってあげるようにする。それで、どうしてもこういう風に弾いちゃうかもしれない。これをなるべく上に回して弾いてあげる方が楽だから、鍵盤にしがみつかなくなるから手に力もたまらないので、なるべくしてあげると楽になります。